おはようございます。いい加減配信。無責任 YouTuber のゆうほです。ゆうほチャンネルゆうほです。また、モヒカン親父になってますが、寒いです。1月9日、月曜日。今日は成人の日ですかね。お休みの方も多いかと思います。このとこ、自分の体調のことばかり言っていますが、少しずつ回復してきていまして、痛みとか疲れが随分和らいできましたが、まだ腰とか関節がギクギク、ガチガチになった感じで、本格的ではないですけど、お腹の調子は大変良くなりました。今朝新聞配った時に救急車が2、3台行ったり来たりしてたので、やはり館に入って、体調を崩される人も多くなってくると思うので、皆さん本当にあったかくして、早めの休養をとって、栄養をとって、なかなか私のように気楽には、できないかと思うんですけれども、それでも、余裕のある、毎日をお過ごしいただけたらいいなと思います。いや、自分は本当恵まれているのはよく分かってるんですけど、そんな中でもう、欲がすごいんですね。欲が深いっていうのか、いろんなことが気になって、この配信もそういうことから始めたんだと思うんですが、いろんな人のこと気になるし、で、ついつい、やりすぎちゃうっていうところは 言いすぎたりと、一言余分だったりとか、そういうのはすごくあるなと、前々から思ってましたが、腹八分目にキープできればいいなって今思っています。なかなか、自分の気持ちなんだか、僕、多分、狐付きではなくて、狸付きだと思ってますが、狸に取り憑かれてるんだと思います。狸親父化してるんで。どっからどこまで自分の気持ちか、使いっ走りさせられてるところも多いような気がするんですよね。一番、地方には多分シャンタンじゃないかと思うんですけど、まあ他にもね、中山美紀さんとか たくさんおられます。おる、おられるような気がするんですけど、まあ狸にも使われてますよね。自分が一体どこからどこまで自分なのかって本当わかんないんですよね。ああ、右行ったり、左行ったりするんですけど、
ああ、一応悪気はないつもりなんですけど、適当なことばかりやってるので、そういう面で、余計なお世話、大きな親切、小さな親切と大きなお世話っていうのはありましたっけ？なってるところが多いだろうなとは思っています。まあ、でも、大した 影響もないとは思ってるんですけど。どうなんでしょう。居場所っていうのは本当に自分で確保しないと、だと思いますね。これでも、いろいろ、格闘の日々は過ごしていて。家の中でも居場所を作るの、本当、ここ今毎日配信してます。ここが大体自分の城になってますが、この周り、書斎風になってるんですよね。段ボールとか積み重ねて。で、この部屋もだ、UFO 色に染まってきてますね。自分の絵がいっぱいあったりとか、シャンタンの絵もあるし。まあ、この写真とかもありますけど、かなり、UFO ランドになってます。UFO ワールドっていうのか。操られてるっていうこともあって、ここに こんな 人形も飾っています。ピエロくん。これは次女がなんか、ガチャガチャ、なんか、景品でもらってきたようなやつらしいんですけど、なんか当たったって言ったかな。くじが当たった。これ、この、時に、娘たちがちょっと、怖がったんですよ。で、しまっちゃってあったやつを引っ張り出してきて、飾ってますが。次はこの、ピエロ君当たって、怖がったんで、それからくじ運がなくなったとか言って、この前言ってましたけど。いや、だからここに出したからまた、くじが当たるようになるかもしれないって言ってました。今日は特にそれほどお話ししたいっていう気持ちが出てこない。この頭が 物語ってますが、呆然としてますね。昼に高木教室って、一杯のスープからの回で、中津川の福岡へ映画を見に行ってきます。うぶすなって言ったかな。なんか面白そうで楽しみにしています。本当に、やりたいことばっかりあるんですけど、何一つ、ものにはならないだろうと まあ、一日楽しく過ごせればいいかなと思って、おります。皆さんもどうぞ、
いい休日をお過ごしください。Have a nice day. Goodbye. ゆほチャンネル登録お願いします。7人目。